おい、通帳持ってこいよ。そん中に入ってる金は俺たちで預かる。え？通帳なんて渡してどうするのよ。私が持ってるからいいわよ。うるせえ、さっさと持ってこいって言ってるだろ。長男は私に怒鳴りながら灰皿を足元に投げつけてくる。夫の死後、長男夫婦が実家に帰ってきてくれて、母さんの面倒を見たいと言ってくれた。私はものすごく嬉しかったし、心よく受け入れたのだが、どうやらそれは建前のようだった。あ、はい、これ通帳。今度は私に直接物を投げつけてくるかもしれないと思い、怯えながら長男へ通帳を渡した。お、意外と入ってるじゃねえか。これなら好きなもの買えるな。長男夫婦は通帳を見ながらニヤニヤとして、何を買おうかと浮かれている。好きなもの買えるって言っても、生活費も一緒に入っている通帳だから、好き勝手やられても困る。その中のお金は生活費も含まれてるから、あまり派手に使うと。ああ、面倒見てやってるのに文句言うのが。文句あるなら出てけよ。このままこの家にいても、長男夫婦からは邪険に扱われるし、もう面倒見てほしいなんて思ってもいない。耐えきれなくなった私は、逃げるようにして次男夫婦の家に逃げ込むことにした。おい、母さんどうしたんだよいきなり。お願い、3日間だけでいいからこの家にいさせて。いきなり押しかけてしまって申し訳ないとは思うが、もう頼れるのは次男しかいない。今から半年前、夫は脳梗塞で亡くなった。じゃあ、ちさ、散歩行ってくるからな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。いつもと同じように夫にそう声をかけたが、まさかこれが最後の会話になるなんて。夫は日課である散歩に出かけようとして、玄関でいきなり倒れたのだった。あなた、え、あなた、ねえ、大丈夫？胸を押さえてその場にうずくまる夫を見て、すぐに救急車を呼んで病院へ運んでもらったが、間に合わなかった。夫が亡くなってからというもの、心に大きな穴が開いたような感じがして、私はしばらく何をするにも無気力で塞ぎがちになっていた。夫が亡くなってから1ヶ月後。母さん、大丈夫か？嫁と話し合ったんだけど、俺たちさ、母さんとこの実家で一緒に暮らしたいって思ってるんだけど。長男が家を訪れて一緒に住みたいと言い出した。私には長男と次男がいて、二人とも結婚している。本当かい？私としては嬉しいけど、嫁さんは本当にいいのかい？いいって、二人で決めたんだからさ。何より母さんを一人にさせておくのは心配なんだよ。俺たちが母さんの面倒を見るからさ。まさか長男がそんなことを言ってくれるとは思ってもいなかった。長男は大学受験に失敗してからぐれてしまい、すぐに物に当たるようになる。兄貴、いい加減にしろよ。暴れる長男を次男はいつも止めてくれていた。そんなどうしようもなかった長男が、自分の口から私と同居したいと言ってくれている。私の老後を心配してくれるなんて、人って変われるのだな。私は長男の申し出をありがたく思い、同居することを決意した。長男の嫁も私に対して優しく接してくれて、何かと心配してくれる。お母さんはゆっくりしててください。
家事は私がやりますので。長男夫婦との同居が始まってからというもの、長男嫁が家のことはすべてやってくれている。本当にありがたいことだ。長男夫婦との同居で、私は次第に夫を亡くしたことの悲しみが薄れていった。この二人が一緒に住んでくれて、老後は安心できる。夫がいなくなり寂しい思いもしていたが、今はとても幸せだ。だが、そんな幸せはすぐに終わりを迎えてしまう。長男夫婦と同居を始めて3ヶ月が経った頃から、二人の態度が急変した。おい、お前も家のことやったらどうなんだよ。俺の嫁にばっかやらせやがって。え？だって、あなたの嫁さんがやってくれるって言うから。だからって甘えてんじゃねえよ。長男は大学受験に失敗してぐれてしまった時のように、壁を思いっきり殴りつけた。確かに私も長男の言うように甘えていたかもしれない。私の家なんだから、ある程度は私がやるのは当然だよね。その時はその程度にしか考えていなかった。ごめんなさいね。任せきりにしないで。私も家のことをやるから。その日から私はなるべく掃除も洗濯も料理も自分でやるようになった。はじめのうちは私が家事をやっていると、長男嫁は私がやりますんでいいですよ、と言ってくれていたが、一週間もした頃には全く手伝ってくれなくなった。しかも長男嫁は私に向かって、まだ掃除も終わってないんですか？いくらなんでも遅すぎません？どんくさいですね。と言いながら、バカにしてくる。お前、言い過ぎだろ。長男も、そんな嫁の発言を聞いて、ゲラゲラと笑っている。なんで、こんなことを言われないといけないのだろうか。優しくしてくれていた二人と本当に同じ人なの？長男夫婦の態度は日が経つにつれてどんどんと悪くなっていき、私のことを家政婦かのように扱い始めた。おい、タバコ買ってこいよ。お母さん、飯まだなの？さっさと作ってくださいよ。灰皿いっぱいになったから捨てとけよ。などなど、数えきれないくらいにこき使われた。今すぐにでも出て行ってほしいと思ってはいたが、私の面倒を見てくれると言ってこの家に来てくれたのだから。そう思うと、長男夫婦に何も言い返せず、ただ耐えるしかできなかった。そんな生活が続いたある日、長男から話があると言われた。改まって一体何だろうか。私は長男のいるリビングへと向かい、話を聞くことにした。リビングにあるソファーには、長男と嫁がすでに座っていた。話って何？ああ、母さんさ、通帳持ってるだろ？長男はタバコをふかしながら私に聞いてくる。そりゃ通帳ぐらい持っているし、それがどうした？そりゃ通帳ぐらい持ってるけど。何？それ俺たちが預かるから。え？なんで？別に通帳くらい自分で管理できるけどな。私はなんで長男に通帳を預ける必要があるのか全く理解できなかった。いや、通帳は私が自分で持ってるからいいよ。私がそう言った瞬間、長男は急に激怒しだした。俺たちが預かるって言ってるだろうが、
さっさとこっちに起こしやがれ、クソババ。テーブルに置かれた灰皿を私の足元に投げつけながら、長男が怒鳴る。粉々に砕け散った灰皿を見て、私は恐怖を覚えた。体に直接は当たらなかったけど、こんなものを勢いよくぶつけられたら、確実に怪我してしまう。ちょっと、危ないでしょ。それに親に向かって、クソババアなんて言うんじゃないよ。思わず、長男に向かって反論してしまったが、これがまずかった。長男は、私を、鋭い目で睨みつけながら、ソファーから席を立ち、私に詰め寄ってくる。ああ、誰に向かって反論してるんだ。俺たちが面倒見てやってるんだから、金の管理を俺たちがするのは当たり前だろ。いいから、さっさと持ってこいよ。長男の目は、今にも私を殺そうとばかりに血走っている。このままでは、自分の身が本当に危ない。そう思った私は、長男をなだめて、自室に通帳を取りに行った。それから5分後、リビングへと再び戻った私は、長男に通帳を手渡した。はい、通帳。話が分かればそれでいいんだよ。通帳だけじゃなくて、キャッシュカードも預かるから、よこせ。抵抗すれば、何をされるか分かったもんじゃない。私は怯えながら、長男にキャッシュカードを渡し、暗証番号も伝えた。お、結構入ってるじゃねえかよ。これだけあれば、好きなものを買えるな。長男は、嫁と目を合わせて、大はしゃぎしている。夫は、自動車業界では有名な企業の重役をしていたから、それなりに遺産も多かった。でも、その通帳には、私の年金も入っているし、生活費もその通帳から支払っている。あまり派手に使うんじゃないよ。生活費も入ってるから。いちいち口出ししてくるんじゃねえよ。こっちで管理するから、ババアは黙ってろって。この時、私はやっと理解した。長男夫婦は老後の面倒を見るなんてことは、建前で、本音は夫の遺産目当てだったのだと。通帳も奪われ、毎日こき使われる生活。こんなならもう、この家にいたくもない。もう、限界だ。もう、こんな仕打ち耐えられない。私は、ぼそっとつぶやいた。その声は、長男にも聞こえていたらしく。耐えられないなら、この家から出ていくか。面倒見てやるって言ってるのにな。でも、出て行ってもこの通帳は俺たちが持っておくから、返さねえぞ。その言葉を聞いた瞬間、私は気づいたら、家を飛び出していた。長男の性格は、昔のグレた時のままだった。金のためなら、脅迫まがいのことも平気でする。汚い大人になってしまったなんて。しばらく泣きながら歩いていたが、今からどうしようと、ふと不安に襲われた。現金もないし、キャッシュカードも長男夫婦に持たれている。どうしよう。そんな時、私は次男の存在を思い出した。幸いにも、次男夫婦は、うちから徒歩15分圏内に家を構えている。もう、頼れるのは次男しかいない。藁にもすがる思いで、私は次男の家を目指して、歩き出した。次男の家に着いた私は、意を決して、チャイムを押した。もし、帰れと言われたらどうしよう。インターホンから次男の声が聞こえてきた。どちら様ですか？夜遅くにごめんね。
お母さんだけど。は？母さん？インターホン越しからも困惑しているのが伝わってくる。無理もないだろ。もう夜の20時を回っているし、こんな時間に母親が来るなんて思ってもなかっただろう。お願い、3日間でいいから止めてくれないかしら。一体どういうことだよ。とりあえず中入ってくれ。次男は玄関を開けて私を家の中へと招き入れてくれた。リビングへ通された私は次男と次男嫁に事情を説明した。お兄ちゃんに通帳も奪われて、毎日こき使われててさ、もうあの家にいたくなくなっちゃったんだ。奪ったってどういうこと？しかも母さんの通帳を。いきなりそんなことを言われても理解できないのは当然だろ。私も今考えれば、なんでそんな簡単に通帳を渡してしまったのか理解に苦しむ。うん、お金は俺たちが管理するからって言われて、灰皿も投げつけられて怖くなって、思わず。次男は私の言葉を聞いて怒りに震えている様子だった。普段はおとなしい次男だったけど、昔から長男が私に当たると誰よりも長男を怒って止めてくれていたのだ。今にも実家に行って長男に文句を言いに行きそうな雰囲気だったが、次男の嫁が間に入ってきた。お母さん大変でしたね。3日とは言わずにもっといてもいいんですよ。次男嫁の言葉に思わず私は涙した。いきなり押しかけてきた私にそんなに優しくしてくれるなんて、ありがとうね。でも迷惑かけちゃうから。迷惑だなんて思ってないよ。家族なんだからさ。次男もいてくれて構わないと言ってくれる。気持ちはありがたいけど、いつまでも世話になるわけにはな。そんなことを思っていると、次男嫁が続けてこう言った。そうですよ、家族なんですから。迷惑だなんて思わなくていいですって。いっそのこともう同居しませんか？実家に帰ってもお兄さん夫婦にいじめられるだけなんですよね。私は次男嫁の提案に甘えて、しばらくの間次男の家に居候させてもらうことにした。実家に帰らずに居候を続けて1ヶ月が経ったが、次男夫婦は長男夫婦と違いこき使ってくることも全くなく、毎日穏やかに生活させてもらっている。本当にありがたい。生活費も入れられないっていうのに献身的に面倒を見てもらって、次男夫婦に感謝するとともに、私はだんだんと長男夫婦への怒りの感情が湧き上がってきた。お父さんが残してくれたお金を奪っていき、今頃好き勝手やってるんだろうな。翌朝、私は次男夫婦に家へ帰り、長男から通帳を取り返すことを伝えた。そうか、母さんがそう言うなら仕方ない。気をつけてな。何かあったらすぐに電話してください。駆けつけますので。二人に見送られながら私は家へと向かった。そうして久しぶりに家に帰ってきた私は緊張しながらインターホンを押した。はい、私だけど。なんだ、まだ生きてたのか。家族とは思えない長男からの一言に心が痛んだ。だけど
ここでめげてる場合じゃない。長男が玄関の鍵を開けてくれたので、私は意を決して家の中へと入った。お母さん、久しぶりですね。帰ってきたなら早速ご飯作ってよ。リビングへ入り、私の顔を見た長男の嫁がいきなり言ってくる。相変わらず私のことを家政婦か何かと勘違いしているみたいだ。何突っ立ってんだよ。帰ってきたならさっさと言う通りにしろって。長男も何も変わっちゃいない。私もいつまでも黙っていられるほどお人よしじゃない。何より今日はあんたらに文句があって帰ってきたのだから。我慢の限界に達した私は二人に向かって怒鳴り声を上げた。いい加減にしろ。二人は急な大声にびっくりしている。私自身も正直驚いている。こんな大きな声は今までの生涯で出したことがなかった。だが長男は驚いた後すぐに私に反論してきた。いい加減にしろだ。ババアが偉そうに言ってくるんじゃねえよ。長男は壁を思い切り殴りながら詰め寄ってくる。その光景を見て一瞬ひるんでしまったが、負けてられない。親に向かってババアババアって大概にしときなさいよ。てめえ、俺に逆らってタダで済むと思うなよ。完全に怒りが爆発した長男は拳を固めて振りかざしてきた。もうダメだ、殴られる。そう思った瞬間、おいこら、母さんに手を挙げるなんて何やってんだよクソ野郎が。私の後ろから次男が大声で叫んだ。なんで次男がここに。それに次男の嫁も一緒に来ていた。わけが分からず固まってしまった私を次男嫁がそっと抱き寄せてくれた。お母さんの後をつけて正解でしたよ。きっとお兄さんと顔を合わせたらひどいことされるって思ってたんで。私が次男の家を出て行った後、不安になった次男夫婦が後ろからついてきてくれたそうだ。いきなりの次男夫婦の登場に長男もその嫁も心底驚いた表情をしている。母さんからいろいろ聞かせてもらったよ。　      面倒見るから同居するって言って　随分とひどいことしてたみたいだしな　　しかも金も奪ったらしいじゃねえか　　　　　　　==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 �==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 �==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 �================�==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 �================�==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 �==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 
だ。関係大ありだろうが。次男に正論を返された長男は、言い返すこともできずに黙り込んでしまっている。おい、とりあえず母さんに通帳とか返してやれよ。長男はその場から全く動こうともしない。どうしても手放したくないのだろうか。いや、まさか。ねえ、もしかして使い込んだの？私が問いかけると、長男夫婦は二人揃ってギクッとした。間違いない、黒だ。一体いくら使ったのよ。通帳見せてちょうだい。そんなに使ってねえよ。まだ残ってるから安心しろって。明らかに動揺する長男。いいからさっさと持ってこいって言ってるんだよ。長男の言葉なんか信用ならない。私はまた怒鳴り声を上げて、長男に通帳を持ってくるように言った。それから5分ほど経ち、ようやくリビングへと戻ってきた長男は、しぶしぶ私に通帳を手渡した。
あんたたち、こんな短期間で一体いくら使ってんのよ。通帳の残高を見て私は驚愕した。もともと2000万円あった貯金がたかが1ヶ月で半分の1000万円まで減っていたのだ。何って、まあいろいろ。全く悪びれる様子もない長男に心底腹が立つ。このお金は夫と私が必死に貯めてきた分も入ってるし、何よりも夫が残してくれた大切なお金だ。それを平気な顔して散財していたなんて。いろいろって何よ。こんなに使い込みやがって。何誇ってるんだよ。仕方ないだろ。欲しいものがあったんだからさ。長男のヘラヘラした口調に堪忍袋の尾が切れた。ふざけるのも大概にしてくれ。返してよ。は？なんて言った？使った分返せって言ってるんだよ。てめえらに好き勝手使わせるために今まで貯めてきたんじゃないんだぞ。頭に完全に血が昇った私は長男夫婦に向かって今までの鬱憤を晴らすように大声で叫んだ。だがここまで言っても長男夫婦には響かなかったみたいだ。払えって、そんな大金払えるわけないだろ。使っちゃったんだから仕方ないだろ。絶対に払ってもらうから。あなた仕事してるでしょ。一括で返すなんて言わないから毎月ちゃんと払いなさいよ。あまりにも自分勝手すぎる。長男を今すぐ殴りつけてやりたい。そんなことを思っていると次男嫁が口を開いた。お母さんには失礼ですけど、こんなクズに何言っても無駄ですよ。あ、なんであんたにそんなこと言われなきゃいけねえんだよ。長男は次男嫁にクズと言われたことが気に入らないようで、また壁を殴っている。そういうところがクズって言ってるんですよ。自分の思い通りにならないとすぐに物に当たって。猿でもそんなことしませんよ。ちなみにですけど、お母さんを殴ろうとしたことも、半ば脅迫して通帳をぶんどったのも犯罪ですからね。次男嫁はズバズバと長男に向かって言い放った。犯罪という言葉にビビったのか、長男は黙り込んでしまった。この人をどうします？警察に突き出すなら私も協力しますよ。次男嫁にそう言われたが、自分の子供を警察に突き出すのは気が引ける。私は長男にまだ両親が残っていると信じてこう言った。あんたがお金を返さないって言うなら脅迫されたと警察へ届け出る。返す気があるならそれは勘弁してあげるわ。警察だけは、それは勘弁してくれ。長男夫婦はさっきまでの威勢は完全になくなり、今にも泣きそうになっている。よっぽど警察に捕まるのが嫌らしい。じゃあはっきり言いなさいよ。どうするんだい？払うよ。長男は観念したようで、使った分のお金を返すと言った。だがその場しのぎで言っただけで逃げられても困ると思った私は、長男夫婦に誓約書を書かせて毎月必ず返済することを約束させた。これでお金に関しては一旦ケリがついたが、私はまだ怒りが収まらなかった。それとあんたらこの家から出て行って。いや、それはいくらなんでもひどくないか。俺たちどうやって暮らしていけばいいんだよ。今まで散々こき使ってくれたおかげで私気づいたのよ。面倒見てもらわなくても一人でやっていけるってね。
毎日家事をやらせてもらったおかげで、あんたの嫁よりも料理も掃除もうまくなったと思うわ。皮肉たっぷりで長男夫婦に言ってやると、二人は下を向いたまま何も喋らなくなった。長男にとってもこの家は実家だからやりすぎかなとは思ったけど、このまま二人を残しておいても時間が経てばまた私を家政婦のように雑に扱ってくるだろう。もうあんなしんどい毎日は過ごしたくはない。ほら、さっさと荷物まとめて出て行きなさい。いつまでもここにいると警察呼ぶよ。私が冷たく言うと、二人は大慌てで自分の荷物を持って家を出て行った。結局夫が亡くなった時と同じようにまた一人きりになってしまったけど、これでいい。かなり使われてしまったけど、お金も取り戻せたし、安心して家で過ごせる。もう辛い思いをしなくていいんだと思うと、解放感でいっぱいだった。お母さん、よかったですね。長男夫婦が出て行った後、次男嫁が笑顔で私に声をかけてくれた。この子が長男にガツンと言ってくれたおかげで、私も勇気を出して長男夫婦に言ってやることができた。本当に感謝している。それから3ヶ月後、次男から聞いた話だが、長男夫婦は安いアパートで暮らしているそうだ。だが散々贅沢な暮らしをしていたせいか、その癖が抜けずに毎月家計は火の車らしい。長男嫁は社会経験がないまま長男と結婚したせいか、アルバイトが長続きせず、嫌なことがあったらすぐに辞めるようで、安定した稼ぎが生み出せない。そんな二人はお金のことで毎日喧嘩が絶えず、近隣住民から幾度も通報されて警察沙汰になっているそうだ。次男からその話を聞いて、私は少しだけ長男夫婦を追い出したことは申し訳ないと思うが、自分たちの行いのせいで今こんな状況になっているのだ。自業自得とはまさにこのことを言うのだろう。幸い長男夫婦が使ったお金の返済は今のところはきちんと返ってきているが、今後どうなることやら。次男夫婦とは今でも仲良くやれている。月に一度二人でうちに遊びに来てくれて、私のことを気にかけてくれる。私妊娠したんです。孫ができましたよ。本当に嬉しいわ。おめでとう。ある時、次男嫁から妊娠したと報告を受けた。次男嫁は本当に嬉しそうに話してくれて、私も心の底からお祝いした。私の残りの人生は次男夫婦と孫のために精一杯尽くしてあげようと、笑顔で話してくる次男嫁の顔を見て誓った。どうも、ナレーターの葉月です。いやー、結局更生してなかったっていうね。まあお母さんもちょっとね、更生したのかなっていう、やっぱりフィルターがねかかっちゃったのかなって気はしますけど、まあ似た者同士のご夫婦だったんでしょうね。皆さんはどう思われましたでしょうか。よろしければコメント欄で教えてください。また高評価、チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。2日前にも入金してるはずだから。今までちゃんと聞いてなかったけど、ちなみにいくらなの。もろもろ含めて合計で1300万円かな。そんなに。そもそも長男は夫が亡くなった13年前から入金してくれていた。ただ
もしもの時のために使わずにずっと貯めていたのだ。しかしその額を聞いて、私は腰を抜かしそうになった。ちょっと、銀行で確認してくるわ。ちょっと待って母さん。俺も銀行に用事があったし、一緒に行くよ。それは助かるわ。こうして、二人で銀行に行くと、お客様の口座には、32円しか残されていませんね。は？思わず、長男と顔を見合わせてしまった。私は引き出した覚えはないのだ。実際に聞かされると、頭が混乱して足元がふらついた。ちなみにですが、二日前に引き出されてるようですね。でも、誰が引き出したのかしら？いや、一人知ってる奴がいる。それって、おそらく、母さんが想像してる通りだと思う。それしか考えられない。ただそう考えると、今までの行動が一気につながり出した。すべては、このためだったのだ。私は一気に、怒りの感情に支配された。このままじゃ終わらせないわよ。俺だって裏切られたんだ。もちろん手伝うよ。じゃあ、何から始めましょうか。こうして私たちは復讐することを誓い合った。しかし、ある人物の裏切りは、これだけではなかったのだ。私の名前は千里、75歳の未亡人だ。夫は13年前に、心臓発作で帰らぬ人となった。唯一の支えは、長男の光彦と孫の義彦だ。最近、体の調子はどう？だいぶ、腰の調子もいいし大丈夫よ。おばあちゃんも無理はしないように。ありがとう。それで、高子さんは？今日は忙しいから、二人で行ってこいってさ。高子さんというのは、長男の嫁である。長男夫婦は、ここから車で15分程度のところに住んでいた。10年ほど前に腰を悪くしてしまい、それをきっかけに高子さんは、よく訪れてくれていたのだ。その頃は、すごく助かっていたのだが、今では顔を見せに来ることは、ほとんどなくなった。まあ、仕事で忙しいんじゃない？最近泊まり込むくらい忙しいみたいだし。そうなの？そうみたいだね。ほら、最近はようやく自粛期間も終わって、今が正念場なんだろ。高子さんは、小さいながらも美容室を経営していた。長男の言う通り、少し前まではお客が来ないと嘆いていたのを思い出す。だからこの時は仕事のせいだろうと思っていた。そういえば、いつも入金してたお金は使ってるの？ああ、仕送り？使ってないわよ。私にはお父さんが残してくれた遺産もあるし。そうだけどさ、この家も結構古いし、もっと住みやすくしてもいいと思うんだけど。私は今のこの家が気に入ってるのよ。まあ、母さんが言うならいいけど。律儀にも、夫が亡くなった13年前から仕送りをしてくれていたのだ。ただ私は使う気はなかった。もしもの時のためにと使わずに取っておいたのだ。長男たちが顔を見せに来てくれた翌日だった。お母さんお久しぶりです。元気でしたか？私は元気だけど、それよりも今は忙しいんじゃないの？え？別に普通ですけど。昨日、光彦たちがそう言ってたから。すると高子さんは、忘れてたと言わんばかりに同意してきた。高子さんの態度には少し疑問があったが、それもすぐに気にしなくなる。考える間もなく、どんどんと話題を変えてくるからだ。今日は実は相談があってきたんですよ。相談？何かしら。お母さんももうお年ですし、一緒に住んだ方がいいんじゃないかと。それは嬉しいかもしれないけど。この時の私は、これが悪魔の提案だとは、微塵も考えていなかった。
光彦たちは何て言ってるの？あの人たちにはまだ話してないんですけど、絶対に反対なんてしないですよ。この時の高子さんはやけに乗り気だった。気になるところがあるとすれば、それは長男にも孫にも話していないこと。私はどうしても気になり、長男に電話をかける。今日、高子さんが来て一緒に住まないかって言われたんだけど。え？俺は何も聞いてないけど。でも、反対はしないだろうって。そうか。でも、それは俺も考えてたんだよな。母さんはどうしたい？そうね。確かに、高子さんの提案は魅力的だったと思う。ただここ何年も一人で生活することに慣れていたため、気を使いながら同居したくないという気持ちもあった。だからすぐにOKは出さなかったのだ。それからは毎週、高子さんは訪れるようになる。それでお母さん、同居に関してはどうですか？ありがたいけど、仮に同居したとしてどこに住むの？ここがいいんじゃないですか？古いですけど、広さは十分ですし。思わず、イラッとしてしまった。長男が言うならわかるが、言葉の端々に、馬鹿にしているような感じが見て取れたのだ。もう少し、考えさせてくれないかしら。すると、いつまでも煮え切らない私に、我慢ができなくなったのか、口調が激しくなっていく。でも、早く決めた方がいいですよ。夫も義彦も楽しみにしてるんですよ。そうなんだけど。私も何度もここに来るのは大変なんですよ。だから今日で決めてもらえませんか？ちょっと、高子さん。こっちも暇じゃないんで。こっちの身にもなってくださいよ。わかったから、少し落ち着いて。結局私は、根負けする形で同居をOKしてしまった。そしてこの決断は、すぐに後悔することになる。まさか、母さんがOKするとは思わなかったよ。まあ、いろいろあってね。さすがに、態度を急変させる高子さんについて、話すことはできなかった。長男にも、迷惑をかけたくなかったのだ。まあいいけどさ、とりあえずそっちに引っ越すのは、来週になりそうだよ。ずいぶん急ぐのね。高子が早い方がいいってさ。だったら私も準備をしておかないと。こうして長男一家との同居が始まる。高子さんのことは気になったが、長男や孫と住めることは楽しみだった。そして同居した初日に、高子さんが私の部屋にやってきたのだ。これからよろしくお願いしますね、お母さん。ええ、こちらこそよろしくね。それと、早速で申し訳ないんですけど。何か困りごと？実は、ちょっとお金を貸してほしいんです。何に使うの？この時の高子さんは、目をそらしたように見えた。お願いします。少しでいいので。そう言って、頭を下げてきたのです。それはもう、土下座をするのではないかという勢いだった。さすがにこれ以上そんな姿を見ているのは忍びなかったのだ。わかったわ。ちょっと待ってて。私はすぐに財布を取りに行った。今はこれくらいしかないのよ。ごめんなさいね。ありがとうございます。必ず返しますから。困った時はお互い様でしょ。大丈夫よ。高子さんに渡したのは財布に入っていた5万円だった。それじゃあまた。そう言うと、部屋から出て行ったのだが、その時に舌打ちが聞こえてきたのだ。思わず扉の方に向かう。すると、たったの5万円しか持ってなかったなんて。お父さんの遺産をもらったって言ってたから、もっと持ってるかと思ったのに。私は、衝撃的な一言に、一瞬体が固まってしまう。我に返り、扉を開けるが、そこには高子さんの姿はなかった。空耳かと思ったが、どうしてもその言葉が頭から離れなかったのだ。しかもそれがよほど気に入らなかったのか、それから私にそっけない態度を取るようになる。
タカ子さん、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。何ですか？今日は腰が痛いから、私の代わりに買い物に行ってほしいのよ。すいません、今日は忙しいのでちょっと無理ですね。そう言ってきたが、ソファーに座りスマホをいじっているだけで、そんな風には見えない。もう一度頼んでみるが、今度は無視をしてくる。それから二人きりになると、気まずい雰囲気が漂うようになった。そしてある日の病院から帰ってきた時の出来事。ちょっと高子さん、そんなところで何をやってるの？明らかに私の部屋の机の中を物色していたのだ。いや、何でもないです。今、机の中を見てたみたいだけど。いえ、ちょっと掃除をしようと思いまして。そう言っているが、同居し始めてから掃除をしているのは一度も見たことがない。それにどう考えても掃除しているようには思えなかった。何せ手ぶらだったからだ。本当に掃除なの？本当ですよ。じゃあ私は他の部屋も掃除しておきますね。そう言って逃げるように部屋を出て行ってしまった。机の中には印鑑や通帳などが入っている。念のため確認したが、取られたものはないようだ。本当ならその場でもっと問いただすべきだったのかもしれない。しかしできなかった。私の一言で今の家庭を壊してしまうのではないかという恐怖が勝ってしまったのだ。それから二日後だった。母さん、二階の床が歪んでるみたいなんだけど。え？これをきっかけに私は、とんでもない事実を目の当たりにすることになる。長男に言われた通り、二階を確認しに向かうと、確かに床がへこみ、暇にも穴が開きそうになっていた。このままじゃ危ないし、やっぱりリフォームした方がいいんじゃないか。そうね、放置もできないし。じゃあ、業者は俺の方で探してみるから、あとはいくらかかるか。長男の一言で、あることを思い出す。だったら、光彦が送ってくれていたお金を使わせてもらおうかしら。こういう時のために使わずにいたんだし。確かに、それがいいかも。ありがたく使わせてもらうわね。二日前にも入金してるはずだから。ここで私は、ある疑問があった。ずっと仕送りと言ってお金をもらっていたが、いくらだったかは聞いていなかったのだ。今までちゃんと聞いてなかったけど、ちなみにいくらなの？もろもろ含めて合計で1300万円かな。そんなに？その額を聞いて、私は腰を抜かしそうになった。父さんの遺産があるとはいえ、いろいろと必要かと思ってさ。それって、タカ子さんも知ってるのよね。ああ、一応タカ子の許可も取ってたよ。タカ子もさすがに、1300万円には驚いてたみたいだけど。金額のことは話してなかったの？それはすっかり忘れててさ、話したのは二日前だったかな。長男は、昔からこういうところがあった。大事なことが抜けているというか。ちょっと銀行で確認してくるわ。早い方がいいでしょ。ちょっと待って母さん。俺も銀行に用事があったし、一緒に行くよ。それは助かるわ。こうして、二人で銀行に行くと。お客様の口座には32円しか残されていませんね。は？思わず、長男と顔を見合わせてしまった。私は13年前から今まで、一度も引き出した覚えはない。頭が混乱して足元がふらついた。母さん大丈夫？ええ、大丈夫よ。すると銀行員は続ける。ちなみにですが、ほぼ全額二日前に引き出されてるようですね。でも、誰が引き出したのかしら？いや、一人知ってる奴がいる。私もその言葉で一人思い当たる人物がいた。それって、おそらく母さんが想像してる通りだと思う。それしか考えられない。ただそう考えると、今までの行動が一気につながりだした。そういえば、
二日前に高子さんが私の部屋の机の中をいじってたんだわ。それだよ。間違いない。でも暗証番号がわからないと引き出せないはずじゃ。ここで私はさらにあることを思い出した。そしてその場でうなだれる。母さん。引き出し方がわかったわ。忘れないようにメモも一緒に置いておいたの。マジか。こうなってしまったのは自分の責任でもあったが、何より勝手に人のものを取った高子さんが許せなかった。私は一気に怒りの感情に支配される。このままじゃ終わらせないわよ。俺だって裏切られたんだ。もちろん手伝うよ。じゃあ何から始めましょうか。こうして私たちは復讐することを誓い合った。それからの私たちは、高子さんにバレないように、言い逃れできないように、証拠集めに奮闘する。それだけの金額を引き出したのだから、絶対に何かしらの行動を起こそうと思っていたのだ。すると早速高子さんは、行動に出る。この日、家には、私と高子さんの二人だけで、私がリビングに入ろうとすると、話し声が聞こえてきた。うん、大丈夫だよ。これでお店もなんとかなるだろうし、それにこれだけのお金が手に入ったんだから、今度どこかに旅行に行こうよ。電話の相手が、長男ではないことはすぐに分かった。え？お母さん？そんなの大丈夫だよ。あんなババアなんか、もうすぐお迎えが来るでしょ？だから今のうちに私が使ってあげた方がよっぽどいいって。その後も聞き耳を立てていたが、電話の相手はどうやら男のようだ。あまりにも自分勝手な言い分に、握りしめた拳にも力が入る。すると、電話が終わったのか、こちらに向かって歩いてきた。私は平静を装って話しかける。あら、高子さん、ここにいたのね。お母さん？どうかしたんですか？いやね、ちょっと聞きたいことがあったんだけど。すみません、今から出かけないといけなくて。そう、気をつけてね。さっきまで私を散々馬鹿にしていたのに、そんな様子は微塵も感じさせない態度に余計に腹が立った。しかもやけにおしゃれをしているように見えたのだ。そして入れ替わるように長男がやってくる。そっちは何か分かった。さっき電話してるのを聞いたんだけど、取ったのは間違いないわね。しかもそれだけじゃないわ。浮気もしてるみたいよ。そうか。長男はやっぱりとでも言うようにため息をついた。まさか知ってたの？いや、なんとなくそう思っただけ。長男は昨日今日で一気に老けたように見える。自分の妻がこんなことをしていたのだ。無理もない。母親として何か言葉をかけたかったが、言葉が見つからなかった。そして私は話を戻す。それでそっちはどう？母さんの言葉でほぼ確定だけど、一応ちゃんとした証拠は必要だと思って警察に相談しに行ったよ。これは立派な窃盗だからね。そうね。それにもう一つ、調査を頼みに行かないと。調査？そうだよ、浮気の調査をね。さっき帰ってきたばかりの長男だったが、再度探偵に調査を依頼するために出かけていった。着々と高子さんの知らないところで逃げ場はなくなっていく。早く全てを打ち明けたい衝動に駆られるが、そこは必死に我慢した。ぐうの音も出ないほどの証拠を集めるまでの辛抱だと自分に言い聞かせる。母さん、いろいろと揃ったからそろそろ。わかったわ。それじゃあ明日の午後にしましょう。了解。そして翌日、家族全員をリビングに集めた。今から何が始まるのかと高子さんはそわそわしている。そしてまずは長男からだった。今日は高子に見てもらいたいものがあるんだ。そう言うと長男は高子さんの目の前で私の通帳を広げてみせる。それを見た高子さんが一瞬うろたえるのが分かった。分かるよな。何のこと？母さんの口座から勝手にお金を引き出したことだよ。
もっと焦るからと思っていたが、それは見事に裏切られる形になった。タカ子さんがニヤッと笑う。そもそも、そのお金は私のものでもあるでしょ？光彦と私は夫婦なんだし、だから私が何に使おうと勝手でしょ？まさかの開き直りに、開いた口が塞がらなかった。普通ならここで、事実を認めて、頭の一つでも下げるものだが、あたかも当たり前かのように振る舞っている。その自信満々な物言いに、思わず納得してしまいそうだった。だったらその金は、何に使ったか説明してくれよ。すると、さっきまでの勢いはなく、口ごもっている。まずは、借金だよな。もちろんこれは、昨日聞いて知っていた。タカ子さん、しっかり説明してちょうだい。実は、少し前からサロンがうまくいってなくて。だったら、相談してくれればいいものを。ただただ、呆れるばかりだった。腐っても私たちは家族だったはず。少しでも相談してくれていれば。まあ今更手遅れなのだが。そんなこと相談できるわけないじゃないですか。せっかくここまで続けてきたのに。言いたいことが理解できないわけではなかった。ただ、終わってからなら何とでも言えるのだ。それに言いたいことはまだまだあった。それは借金だけに使ったわけじゃないわよね。あなたが大事そうに抱えてるそのバッグとか。これは自分のお金で買ったんです。でもそれはお金を引き出した後に買ったものよね。ちょっとタイミングが良すぎるんじゃない？あ、それにサロンの借金も調べたが、多くても500万円だったそうじゃないか。残りはどうしたんだ？私たちの追求は止まらない。高子さんが何かを話せば話すほどに、自分で自分の首を絞めているのだ。せめて一言でも謝罪をしていればと思った。ま、そんなことをしたところで許すつもりもないのだが。何よ！そんなことどうでもいいでしょ！こんなことしたって意味ないのよ！別に逮捕されるわけでもあるまいし。私と長男は顔を見合わせ、やれやれと思った。残念だけど、それは大きな勘違いだぞ。現在進行形で調査をしてもらってるし、ほら。すると長男は、一枚の紙を見せた。そこには、ATM を操作する、高子さんの様子がはっきりと映っている。警察に相談したら、すぐに動いてくれたよ。これがその証拠。高子さんの顔は引きつっている。私は、今回の件は窃盗として訴えるつもりだから。残念だったわね。はあ？私を犯罪者にするつもりですか？何言ってるの？もともとあなたがやったことじゃない。もう少し利口な人だと思ってたけど。私は、ここぞとばかりに、高子さんを嘲笑った。自分で言うのもなんだが、かなりすっきりした気がする。ただ最後の仕上げが残っていた。絶望しているところ悪いけど、まだあるぞ。その言葉に、高子さんは今にも泣きそうになっている。すると今度は、10枚以上の写真を机に広げ始めた。写真一枚一枚には、高子さんと20代らしき男性が写っている。もう、何も言わなくてもわかるだろう。もう言い逃れもできないぞ。なんでこんなものが。母さんが、お前の電話を聞いたらしくてさ。それですぐに探偵に依頼したんだよ。すると高子さんは、こちらを睨んでくる。自分がやったことなのに、どうしてそんなに睨むのよ。あんなところで電話してる方が悪いんじゃない。私は、うすら笑いを浮かべながら高子さんを煽る。まあそういうことだからさ。もう諦めて認めたら。それは、あっちから誘ってきたのよ。どうしてもって言うから。それっておかしくないかしら。そんなのいくらでも断れたでしょ。高子さんは、あまりにも詰められすぎて混乱しているのか、話の整合性が取れていない。そんなの、俺からすればどっちでもいいんだよ。こんな嫁だとは思わなかった。これから一緒に生活していくのは無理だな。ちょっと待ってよ。どういうことよ。全部俺に言わせるつもりか。それを望むならそれでもいいけど。
もうこうなってしまったらどうすることもできない。すると私たちに話しても無駄だと思ったのか、今度は孫の義彦に助けを求め出した。こんな話は聞きたくなかったのだろう。それまではずっと黙って話を聞いていた。義彦も何か言ってよ。すると孫はゆっくりと口を開いた。簡単なことだよ母さん、さっさと離婚すればいいんじゃない。あまりにも平然と離婚という言葉を口にしたのが信じられなかったのか、高子さんはピクリとも動かない。本気で言ってるの？冗談でこんなこと言うかよ。母親が浮気してたなんて気持ち悪すぎでしょ。だって離婚なんてしたら片親になるのよ。それでもいいの？窃盗や浮気なんてする母親ならいない方がマシだよ。ちょっと待って。それからも高子さんは説得を試みようとしていた。これ以上みっともない姿を見るのはさすがに面倒くさくなる。いい加減にしなさい。全部自業自得なんだから。さっさと出て行ったらどう？そういうことだから。早くしたら。もうここに、高子さんの味方はいない。この後高子さんは、いたたまれなくなったのか、家を飛び出していった。そして翌日、私たちは高子さんの経営する美容室を訪れる。入るや否や、私たちは驚いた。あなたが、伊藤祐樹さん。はい、そうですが。まさかこんなに早く浮気相手に会えるとは思っていなかった。目の前にいたのは写真に写っていた人物だったのだ。すると長男が、うちの妻がお世話になってます。すると表情を曇らせるのが分かった。こちらこそ。それと、あんなおばさんはやめておいた方がいいですよ。え？一応妻とは離婚して、慰謝料を請求するつもりなんで、もちろんその浮気相手にも、もし妻がこの店に来たら連絡するように言っておいてください。店内はざわついていたが、無視して美容室を後にした。あとはどうなろうと知ったことではない。これから高子さんを待ち受けているのは地獄よりもひどい運命なのだから。後日、長男と高子さんは無事に離婚した。もちろん高子さんと浮気相手には慰謝料も請求することに。離婚した高子さんは家賃が3万円のアパートで浮気相手と暮らしている。それに窃盗の件は警察に任せることになった。そのうち家に訪ねてくるだろう。そして高子さんと両親が訪ねてきた。どうかしたんですか？この度は娘がご迷惑をおかけしまして。そんな、頭を上げてください。お詫びと言ってはなんですが、ほら、お前も。そう言って高子さんの頭を押さえつけ、頭を下げさせた。その間高子さんは一言も話さなかったのだが、その顔はまるで地獄でも見てきたかのような。それと、うちのバカ娘が使ってしまった分のお金は必ず本人から返させますので。わかりました。結局美容室はオーナーが従業員と浮気していたという口コミがネットにもあふれ、もう潰れる寸前らしい。そんな美容室に残ったのは高子さんと浮気相手だけ。こうなったら落ちるところまで落ちるだろう。これでやっと平和になったわね。まあね、元気がないんじゃない？そんなことないよ。ただ疲れちゃってさ。これからはゆっくりできるでしょ。その後、受け取った慰謝料などを元にして家をリフォームした。長男と孫はそのまま住み続けることに。高子さんがいた頃よりも家族の絆は深まったような気がする。これからは家族三内で楽しい人生を送っていきたい。